今回は腹掛け、ももひき、小口シャツの正しい洗い方について解説させていただきます。住田屋チャンネル、住田屋チャンネル、どうも皆さんこんにちは。祭り住田屋のおしんちゃんでございます。今回は意外とお客様からのお問い合わせの多い普通の腹掛けですとか、もも引き、あと小口シャツの洗い方について解説してみたいと思います。今回解説するのはこういう黒ですとか白とか紺色の、あの普通の腹掛けですとかもも引きになりますね。あとこういった特殊な染め方でなくて普通のプリントですとか本染めの小口シャツといったものの洗い方になります。で、藍染めの腹掛けですとかもも引きは洗い方全く異なりますので、今回説明する洗い方では絶対に洗わないでください。藍染めの腹掛けですとかもも引きの洗い方につきましてはこちらの別動画の方で解説しておりますので、ぜひこちらの動画をご覧ください。はい、ではね、実際にこちらの普通の腹掛けもも引き、小口シャツを洗ってみたいと思います。洗い方は簡単です。普通の、衣類と同じように洗濯機と洗剤を使って洗っていただければ大丈夫です。腹掛けともも引きと小口シャツを、こんな感じでね、洗濯機の中に入れていただきます。はい、で、普通の衣類用の、洗剤を入れます。で、こちらの洗濯用の洗剤なんですけれども、漂白剤入りの、洗剤だけは絶対に使わないでください。普通のね、おしゃれ着用の、洗剤でいいと思います。はい、そしたらね、普通に洗濯機洗います。スタート。はい、で、洗い方なんですけれども、普通に洗っていただいて、すすいでいただいて、あと脱水していただければ大丈夫ですね。で、こちらで、ちょっと注意事項なんですけれども、最近のいい洗濯機って乾燥機能まであると思うんですけれども、腹掛けもも引きですとか小口シャツ、こういったものに関しては絶対に乾燥機だけは使わないようにしてください。乾燥機使ってしまいますとね、もうキューッと急激に縮んでしまいますので、ぜひご注意ください。はい、では洗濯が終わったようです。脱水までやったらですね、次はこれ取り出してですね、陰干ししてください。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、黒ですとか白ですとか紺色の普通の腹掛けもも引きですね、洗っていただければと思います。あと小口も、まあ、本染めですとかプリントの、まあ、普通の作り方してある小口シャツでしたら、ご覧いただいた動画のように、普通に洗濯機で洗っていただければ大丈夫ですので、まあね、気軽にね、洗っていただければと思います。で、あの、洗い終わったらですね、あの、腹掛けもも引きの正しい畳み方もありますので、それはまたね、こちらの別の動画でご紹介させていただいておりますので、ぜひこの動画を見た後にご覧ください。というわけで、さよなら。動画を見ていただいてありがとうございました。もしよろしければ祭り住田屋チャンネル登録よろしくお願いします。